おとなしくしておけよ。今からこの飛行機を墜落させる。なんだって。あんた口くさいのよ。触んな。いい加減にしろよ。お前ら全員皆殺しだ。何か武器は。ダメだ、飛行機が壊れちゃう。おいガキ、何撃ってんだ。お前クソ、どうすれば。せっかく気持ちよく寝てたのに、うるさいわね。よかった。首を怪我してしまったみたいで。助けなきゃ。誰かお医者様いませんか。あんたが助けなさい。できた。そうだ、パイロットの人がいないんだ。誰か操縦できる方はいませんか。あんたが。分かってる。クソ。これで一件落着ね。あんたも悪いことすんじゃないわよ。ごめんなさい。あと爆弾がもうすぐ爆発するんですけど大丈夫そうですか。はぁ、爆弾。あれは解除不可能ですので。誰かパラシュートを持っている方はいませんか。あん、作るよ。もう作るけ。できた。皆さん、これを使って降りてください。あの人たち大丈夫かしら。やばい、時間が足りなくて作れない。もうダメだ。ヤネちゃん、諦めたらそこで試合終了よ。お母さん、でもどうすれば。なんとかしましょう。絶対生きてまた再会するのよ。あなたも続きなさい。おー、くそまずはベリーフライの格好で時速を300キロから200キロに軽減する。そして膝を抱えた格好になることで生存率が 5% アップする。海はダメだ。30キロ以上で入水するとコンクリートと同じ硬さになってしまう。狙い目は森。火のしなぎで生存確率を上げるんだ。いてててててて。ヤネちゃん、お母さん無事でよかった。どうやって生き残ったの。いや、普通にオラーって着陸しただけよ。お母さんよかった。カレー作りの繁盛したい人。はい。俺はこの日のためにカレー作りの極意をまとめてきたんだ。すごーい。じゃあ班長はゆうとくんってことで。ああ、俺もまとめてきたよ。そんな。ヨネスケ隊長、よろしくお願いします。本当に人参をカットしたら玉ねぎを負け、ヒーターどこかからお米を盗んだと炊飯準備。はぁ、ユネカ、お前お皿洗い担当だ。はい。どうした本当に。目がこれをつけろ。
キータ何触ってんだ。ごめんなさい。追加だ、洗っとけ。はい、できた。おい、お前サボってたくせに酒に食うな。いいから浜井先生を喜ばせるんだ。先生、カレーできたので食べてください。隠しなんかして見た目に自信がないのか。おいしい。初めての食感なんだが何が入ってるのかな。カレー味のうんちだよ。うんち。先生はカレー味のうんちとうんち味のカレーどっちが好き。それは間違いなくカレー味のうんちだ。目をつぶればただのカレーだからな。部下の失敗は隊長の責任だ。隊長。宿泊体験のメインイベント肝試しを始めるぞ。男女ペアは手をつないで校内を探索するんだ。ヨネシケくん、よろしくね。ああ。ちゃんと言ってよ。肝試しっていうのは大体脅かし方のパターンが決まってる。安心しろ。序盤から人を使って脅かしてくる構成はなかなかない。最初の脅かし方は音だ。カレー中盤になると目は超えてくるためシンプルな脅かし方は通用しない。つまり俺らが予想しない角度から脅かしに来る。ねえ聞いた。お疲れ。なんてことないでしょ。うん。あそこに浜井先生が出てる。あれは何もしないと見せかけて最後に脅かしてくるよ。あれ先生脅かさなくていいの。何もしないのかよ。うわあ。こんなことこだわしに失神しないで行くよ。どうですか先生。ヨネシケくん。それから先生はさっきまでの記憶が全くないんだ。もしかして先生ビビって失神しちゃったんじゃないの。そんなバカな話があるか。ところで誰か一緒にトイレ行かない。そっかそっか。じゃあ先生一人取りに行ってくるよ。女子部の覗きに行こうぜ。いいね。お前らこの先に何の用が。ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。協力だ。やりたぁ。前から3番目の個室はここだ。うわぁ。お前ら女子トイレで何してんだ。先生のお子何してるんですか。お前ら新鮮な女子トイレだ。たあっ、出たうわあ。なんだろう。
ちだって丸吠え。遅くてつまんないな。ちょっといたずらするか。何の用かしら。逆に何の用ですか。何とぼけたこと言ってんだ。お前が貧乏したんだろ。おいしてないもん。ちょっと私が悪いみたいになるから泣きやめなさい。あなたほら。どうする？マルシャ！参りました？なんだ、降参かつまんねえな。じゃあな。おや！え？おい、そんなのずるいだろ！参りました。うわぁ！あぁ！あぁ！待て！さっきみたいにピンポンダッシュすれば。あら、いらっしゃい。条件は中で聞くから上がりなさい。うわー、1253バツ、1255バツ、1256バツ。このポストのタイプは全ての番号をしらみつぶしに入れていけば開く。でかしたぞ、コンジュリ。これで侵入するぞ。開いたぞ。ここに隠れてれば絶対見つからないぞ。でも大丈夫かな、もし家主が帰ってきた。ああ、まったく疲れた疲れた。なんだよ、あの親父は。よっこらせ。元年の仕事も大変だな。楽して稼げると思ったのに。よりによって感じるかよ。元年の仕事っちゃめ大変だな。あ、給料は発生するのか。は？給料が出ないなら先生は協力できん。警察にも言ったろうな。ただでさえ給料分の働きもしないくせに。友達が誘拐されて大変なんです。助けてください。いや、申し訳ないけど確固たる証拠がないと協力できないな。え？僕らの給料は税金から出てるからね、無駄な仕事はできないんだよ。国家の犬、給料泥棒が。みんな金金金って、そんなことより優先するものがあるだろ。こうなったら自分で助けるしかない。いらっしゃい。何を探してるんだい。とにかく強そうなやつをください。オッケー、今日はいいのが揃ってるぜ。うわー、どれにしようか迷っちゃうな。それじゃあ試し打ちしてみるか。はい。それはエコー、取り外しができるパーツが多いカスタム性の高いブラスターだ。
それは困った。サイズもコンパクトで機動性の高いブラスターだ。それはショックウェーブ、連射性の高い火力のブラスターだ。それはイーグルポイント、最大の特徴はスコープがついていること。狙い撃ちのスナイパー型ブラスターだ。こいつはいいな。それでこのブラスターはいくらなんですか？ダーツ付きで3850円だ。また金かよ。おや、全部持ってけ、金はいらねえ。ありがとうございます。ユート、協力してくれ。もちろん。ウドジュン、お前も協力してくれ。暇だしいいよ。それじゃ行くぞ。あー、突撃。あー、チ、外したか。敵だ、撃て。コンジュリを解放してもらおう。そうかそうか。で、身代金は？あるわけねえだろ！スナイパーは感情を荒げてはいけないぞ。黙れ！ほら、手を挙げて降参しろ！くれ！やったか！防弾チョッキだと？残念だったな。今度こそ終わりだ！実際なんだ！おいえ！浜井先生！エスケ、労働時間外の給料は出世払いに頼んだぞ！ダーツは残り一つ。これで決める。主役はどれにする？正義感の強い柳介くんがいいと思います。柳介、主役いいか？
カメラが壊されてるよ。ヤネスケ、お前がミネラル力が無理すぎか。ヤネスケくん最低。そんなの聞いてなんて。僕の名前はドラえもん。22世紀から来た猫型ロボットだ。ただいま。そして彼は小学生ののび太くん。普段はとっても優しいんだけど。ドラえもん、ドラえもん帰ってきてよ。ありがとう、のび太くん。お前にドラ焼きなんてあげるわけねえだろ。実はすごくサイコパスなんだ。新しい漫画面白いな。おい、のび太、なんだそれ。貸せよ。ジャイアンは一回貸したら返してくれないじゃないか。お前のものは俺のもの。ボイ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 。くそ、絶対許さねえ。おい、のび太、その宝箱俺に貸せ。やめてよ、これは僕の宝物なんだ。お前のものは俺のものだ。ブイ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 。どれどれ、ん、なんだこれ。僕のものは君のものだよ。じゃあお前の命も俺のものだな。のび太さん、私の家でお勉強しない？え、いいよ、しよう。うん、じゃあ後で来てね。うん。おい、ドラえもん、今日静香からデートの誘いが来たぞ。すごいじゃないか、早く行ってきなよ。いや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 、どこでもだ。じゃあ行ってくるぞ。静香ちゃん、静香ちゃん。ああ、のび太さんのエッチ。え？くそ、なんでいつもお風呂に入ってやがんだあの女。そろそろ静香ちゃんもお風呂上がったんじゃないの。そうだな。静香ちゃん、静香ちゃん。え？ハッピーハッピーハッピー、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ。マッピーマッピー。